森清新宮は、室町時代に存在した、南朝系の世襲宮家の一つ。小村上天皇の御子で、五亀山天皇の東宮であった、王神郎を過疎とするが、近年の研究ではこれを、これ主下神郎に否定する説が有力である。南北朝方一の後、皇位回復を目指して、反爆姿勢を崩さなかった小倉宮家とは、 対照的に、おおむね幕府体制に順応的な態度をとっていた。宮郷は、比叡山延暦寺の有力防院である森聖院に陰性していたことに由来すると考えられている。動員は、剣向きから、梶井門モの筆頭門徒として、室町幕府の政治的、軍事的な信頼が厚かったため、幕府が敵対を懸念する南朝皇族を託す先として、適当だったらしい。 森清志委員の表記には、森聖委員、森聖委員、森聖委員、五条委員などの字が当てられることもある。小村上天皇の御子にして、五亀山天皇の東宮。母は二条氏元の勇士、か肝人か。立大使の時期は明らかでない。元中九年、明徳三年十月、五亀山天皇が、将軍、足利義満の提示した、講和条件を受諾したため、 親王は天皇に同行して受落し、うるう十月五日の神義と御に伴い東宮位を辞退。ただ、和訳の一両党鉄律の条件が結局、幕府によって破られたため、事実上の敗退しと言えよう。明徳五年二月五亀山と共に天竜寺で初めて、義光を越見したが、その失業の義は三行、初めの定裁を義していたという。当時はまだ、 森清グ宮と呼ばれていないので、三宅の創設はこれ以降である。南朝行員は残存資料の少なさゆえに意味なすら判明しないことがあるが、森清新宮家の初代新納もその例外ではない。この問題について、旧来の通説では、江戸時代に作成された南朝系図を根拠として、節制新納に否定されることが多かった。しかし近年の研究では、 関門日記における森清グ宮と上野宮とが明確に区別されていることから両者は別人であることが森主芸暁によって指摘されさらに吉田家日時期欧米5年9月29日以上に法王森清新伝法王御社邸お南朝東宮そちの宮堂御社邸とあることを発見した小川武雄によって森清新伝は 五亀山のラフらふと弟にして安まり親王の兄に当たるこれしげ親王であろうとの推測がなされた。これしげは、王永十年頃以前に出家、陰性したと見られるので、この頃にはすでにこの読み王が森清志陰宮家を継いでいたと考えねばならない。初代親王の子、読明宮とも、ほどなくして出家した父の後を継いで、実質的に三宅の当主として行動したのは、 この世名王であったらしい。王永19年正月新年参賀のために幕府御所へ赴き、同21年4月の吉光7回期には玉川宮と共に供物を、同27年5月の吉光13回期には五亀山法王と共に供物を献じた。同30年2月には全円満員グルートの確室から人情に及び、宮を殺害して自らも負傷するという一件が、 怒ったが、これについて、村田正氏は、当時における、行位継承に関するご意見の相違に基づくもので、あったかと憶測している。省庁2年3月、足利義則の将軍宣言には、使者、あの実ノルチをして、これをがし、その際、までの工事時房から、当時出本していた、小倉宮の動向について尋ねられたが、実地は承知していないと答えた。なお、同年8月と、 翌年7月の吉則大将廃画には、同じく実地をしてたちを信条している。影響2年2月には、小倉宮の気楽が現実味を増して、その領所が問題となった際、森清新宮がすでにこれを領していたために、開地がなかったという。翌3年11月には自ら将軍、吉則のもとへ参考し、三宅、馬一匹、立刀、折り紙を信条した。 影響5年4月に即居。読み王の子には、後に通像巣、金像巣と呼ばれる二人がいたが、どちらが兄で、どちらが弟であるかは不明である。金像巣は、欧鋭18年に誕生し、影響元年9月に、万寿院に入室したとされるが、彼は通像巣と共に、小国寺に入れられたとする資料もあり、詳細は不明。ここでは三宅を継いだと考えられる。 通りゾースに関して説明する。意味名は不詳。影響元年に生まれる。同5年父の即興後にわずか5歳で当主を継いだが、6月に将軍、足利義則からあのサネジに対して、森清新宮を親戚降下させる件についての家紋があり、翌月に実地は、森清新宮が、五亀山法王、小倉宮とは違って、未だ反駁行為のないことを理由に受け入れがたいと。 返答している。ところが、翌6年、吉則が南方湖一流、断絶サルベ氏と一転して、南朝根絶の方針を打ち出したために、8月に、小国寺活職として入室させられた上、三宅の遺跡は、相続を禁じられて、没収となり、ここに森清陰宮家は断絶するに至った。この方針転換のきっかけとして、余明王が出資したこともあろうが、より直接的には、 鎌倉久保の反爆行為や大和影響の乱などの頻発する騒乱を背景に、反乱軍のシンボルとなり得る難聴行為の存在を、幕府が危惧したことにあると思われる。幕府との良好な関係に努めていた森清新宮も、上から一方的に取り潰されては、反爆姿勢に転じざるを得なかった。しかして、養上軍吉勝泣き後の過吉三年九月、通造す。 日の有光みら後南朝勢が、金蔵巣を王に報じて代理に乱入し、神事、真剣を奪取して、比叡山に立てこもる事件が起きた。これが世に言う金結の変である。幕府は朝廷に要請して、朝敵を打てとの内容の臨時を、三門宛に使わし、首都を自陣へ引き込むことに成功する。結果として、後南朝勢は、三門からの支援を受けることができないまま、金蔵巣、 アリミツラは、冷エ山で打ち死にし、通蔵巣は生け取られて、四国へ留罪となるも、廃所へ移送中の10月4日に、摂津大田の辺で殺害された。去年15、文案4年12月には、余明王の弟とみられる、エンが、木の国北山で挙兵したが、伊勢楠の騎士の楠の北田氏と共に、同国守護畠山も地にの部下によって打ち取られている。 この事件を最後として、森清志陰宮家系類の人物は、資料の上から完全に姿を消し、やがて南朝行為による行為回復の夢もついえることとなった。ありがとうございます。